こんにちは。東京フィナンシャルストリートのスタートです。まずは今週のマーケットを振り返ります。今野記者です。お願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、今週1週間終わりましたね、終わりました。はい、でも暑いですね。暑いです。まだ梅雨明けてないんですけどね。明けてないんですよね。沖縄と南九州分けたんでしたっけ。はい、でまだ7月今日14ですよね。はい、14日ですよね。14日ですね。これからですもんね。本当に暑いのは7月下旬とか8月上旬とか、これからまだ1ヶ月ぐらい先でしょ。先です。それでまだ梅雨も明けてないのに連日ね、はい、猛暑日だとかなってるっていうのは、もうあと1ヶ月したらどうなるのかっていう気もしますが、まあ、それはさておきまして、はい、それに引き換え相場はあまりホットじゃないですね。そうですね。あまり暑いとは言えない試合が続いてますが。そうなんですよ。なんか、ある意味疲れちゃってるのかなっていうような感じもします。かといって、まあ、そんなにお寒い相場っていうわけではないんですけれども、かといって暑いかっていうとそう暑くもないんですね。特に日経平均の動きなんか見てますと、非常にボラティリティが小さくなってまして動かない、はい、相場になってますね。試合になってますね。今日なんて日経平均株価高安の値幅が62円1日でね。そうですよね。1日で62円だっていうよりも、今週1週間見てそうですよ、ね、日経平均の値幅って今週いくらだか見てます。177円ぐらい、ね。はい、1週間の高値と安値の値幅、ザラバの値幅がですよね。ザラバですよこれね。終値じゃなくてね、はい、だから1週間で日経平均こう高値と安値ザラバで177円しか動いてないというのが今週1週間の日経平均株価ということになるわけですが、はい、ね、これじゃなかなかその指数だけ見てても非常に面白みのない相場でありますし、はい、しかも、今週ね商いが少ないですね。そうなんですよ。特に日を追うごとに商いが少なくなってきて、実はね今日で売買代金、今日ね1日の売買代金が1兆9863億円、まあ、これだけ見るとまあ、ね、2兆円近くできてるんですが、今日ただ SQ ですからね、オプション SQ 算出日ですから、ミニとオプションの SQ の算出で、この分が、ね、おそらく2000億円ぐらい上乗せされてると思いますから、はい、これを除くと、ね、実は商いとすると1兆8000億とかそんなレベルの今日売買代金なんですよ。はい、で、今日で、ね、しかも、ね、8営業日だから、これを実質それを実は商いとすると、はい、8営業日続けて売買代金が減ってるんですよ今日で。減ってる。そう、減り続けてるの。だから今週1週間で見ると毎日のようにこう売買代金ずっと減ってきたという1週間でもあるわけですね。で、直近だとだから7月4日の2兆5053億円、はい、2兆5000億円、7月4日はね、2兆5000億円できてたんですが、そこから日を追うごとに今日で8営業日連続、実質でいうと今日も実質でいうとね SQ 分を除くと8営業日連続売買代金が減り続けてきてるということでして、値動きが乏しい上に、というか、まあ、どっちが先か分かりませんが、はい、商いが少ないんで値動きも乏しいのか、値動きが乏しいんでなおさら商いも少なくなっているのかという、まあ、両方あると思うんですけれども、非常に全体としては低調な商いと。ただ下がるに下がらないですもんね。そうなんですよ。水準は別に、いや、そう、逆に言えば下がれば商いももっと増える余地は出てくると思うんですね。はい、安値で買いたいと思っている投資家の方は結構少なくないというか多いと思うんで、個人投資家の方でもね、下がったら買ってやろうと思って待ち構えてお金をこうキャッシュを、ポジションを高めている投資家の方も結構多いと思いますから、下がったところでは買い余地が広がって商いも膨らむということも十分考えられるんですが、なかなかそうもならないと。買い場も与えてくれない。買い場もならないと。効果不効果ね、ということでありまして、はい、非常に商い少なく、売買も低調、はい、ということ、値動きも少なく売買低調だ1週間ということだったんですが、ただ、まあ、外部環境とするとでも決して悪くないんですよね。そうですよね。でニューヨークダウはご存知のように、ね、おととい昨日連日で最高値更新してきましたし、はい、あるいはアジア株なんか見ましてもね、韓国のコスピ指数なんかも昨日も今日も最高値更新ですよ、韓国なんかでもね、そのあたり見ると、あるいはまあヨーロッパも、まあ、ヨーロッパの場合は基本的にユーロが強いですから、なかなか株価はそれでちょっと上値を抑えられている面はあるんですが、その通貨の強さも合わせて考えるとヨーロッパの株価なんかも基本的には堅調というか、はい、まあ、強い地合いと言っていいと思うんですね。通貨 その上昇分も考えるとね、一緒に合わせて考えるとね、ただ日本は逆に言うと為替はじわじわっとこう円安じゃないですか、足元、はい、で円安でなんとかこう支えて、結局その分下がらないんだけれども、上値も上がらないといかないと、上昇しないということでして、結果として膠着感が強い地合いが続いているというのが、はい、まあ、今週1週間通しての総括ということになるんでしょうかね。はい、で基本はだから個別物色といいますか、まあ、手がかり材料、積極的な手がかり材料なかなか乏しいと。で国内でも特にやはり先週なのかな、先週って言っていいのかな、都議会議員選挙でね、
自民党が大敗して惨敗して、それ以降やはり海外投資家なども、ちょっと安倍政権の支持率が下がってきてるっていうか、いろいろ世論調査もね発表されて、そのあたりへの警戒感も多少あるのかもしれません。日本株という日本株に対する魅力というか関心がだいぶ低下しているというのは一つあるでしょうね。国内の投資家もなかなか個人投資家は買ってきてくれ積極的に買ってきてくれないし、むしろキャッシュ現金だとやはりキャッシュで売っているという投資家が多いわけですから、なかなか積極的な買い手が見当たらないというのが現状だと思いますが、そういう中で個別物色が基本の1週間でした、で、ただね、個別物色で見るとなかなかこう非常に、魅力的なといいますかね、いい値動きしている銘柄も結構主力のところでも少なくない動きなんですよ、地合いなんですよ、で例えばね、代表例として挙げておきたいのがソニー6758ですね。これ結局今週は1週間ずっと5日間上げ続けました、今日の終わりね21円高4499円ですね、毎日上昇してるんですねソニーね。あと日立6501、これなんかも今日今週1週間ずっと高かったですね、上げ続けてました。日立ですね、今日の終わりねは5円80銭高の724円10銭となっています。日立なんかも連日の年初来高値更新ですね、ソニーなんかソニーなんかですと9年ぶりの高値ということになりますね、2008年以来の高値かな、連日で更新してきたという動きでありまして、このあたりやっぱり一つ大きいのは為替ですね。大きいのはね、自動車も足元だいぶ持ち直してきていますから、輸出関連が基本的に、しっかりしているというのが全体をこう支えている構図でありまして、そういう意味では、ソニーなんかは8月2日かな決算発表予定してたと思います。あれ1日だったかな、ごめんなさい、2日だ、そうはっきりしません、1日か2日の決算発表、第一四半期に、予定してるんですが、もともと足元、ゲームだったり、あとは CMOS センサーという、 こう半導体なんかも、非常に需要強いですし、あと映画なんかも良さそうだというような話もあって、高決算が期待されているというところでありますし、あとソニーの場合ね、為替は実はドル円だと円高の方がプラスなんですよね、1円の円高が35億ほど営業利益にはプラスになると、輸入の方が多いから、ドル円で言うとね、ところがユーロで見ると1円で35億のプラス、55億のプラスになる、ユーロはね、ソニーは、ですから今ご存知のようにドル円よりむしろやっぱユーロが強いじゃないですか、でユーロがもう130円まで来ましたと、今日は129円ですけどね、ユーロ円がね、それで見るとソニーは今期の、ユーロの前提というのは110円で予算組んでるんですよ、でドルは105円の前提、それらの前提で今期営業利益5000億というふうに言ってるわけですけども、ユーロだけ今は110円前提ですから足元130円、129円、それだけで考えても ね、まだもちろん第一四半期ですし、これから先まだまだ分かりませんけれども、通期で考えるとね、ただ足元の為替の動きなんか見ても1円でこう55億利益を押し上げるっていう話ですから、営業利益をね、ユーロはね、このあたり見てもかなり元々のそのものの地合い、さっき言ったようにその CMOS センサーだったりゲームだったり、もともとものの需要も強いですから、それに為替の効果も乗っかってくると結構いい決算が期待できるんではないかということで買われてるわけですけどね、そういう意味では結構ユーロ関連というかヨーロッパ関連の銘柄が強かったっていうのも今週の特徴でして、例えばブラザー6448とかね、これなんかも連日の高値更新ですよね、ここのところ非常に強い動きです。ブラザー工業ですね、ブラザー工業だとかね、あとは今日の終値が23円高の2791円でした、あとはね、電動工具のマキタとかね、これなんかも上場来高値今週更新してました、あとはエプソン、セイコーエプソンなんかもね、これ東芝の代わりに225に入るっていうんで買われてたんですけど、それもありますけど、もともと実態としてこれもやっぱりユーロ安のメリットを、ユーロ高か、ユーロ高のメリットを結構受ける会社でして、収益的な裏付けも一つ買い材料という面もあるんですね。で逆にね、安かった銘柄としてはファーストリテイリング998、特に今日ってことになりますが、今日一銘柄でね、日経平均63円押し下げた、62円か押し下げたということで目立ってましたが、こちらはね、逆に第三四半期決算は良くなかったんですよ、直近の3月から5月期、前年同期で見ると減益、なんで減益になったかというと、こちらは逆に円安で海外から持ってきてその売ってる製品の採算が悪化して、国内のユニクロ事業が第3クォーターで悪化したんですよ、採算が。そう考えるとその為替の動向によって、特に足元だと円安かな、円安の動向で明暗が分かれて、輸出関連が良くて内需関連というか、海外から持ってきて国内で売ってるようなビジネスにはだいぶ逆風が吹いているというのがはっきり出た1週間ということも言えるかもしれませんね、ファーストリテイリング今日の終値は1650円安 34,500円
570円マイナス 4.56% ということでした。日経平均の影響大きいですからね、なんつってもね。そうですよね、マイナス円の強度の高い銘柄としてね、今日は象徴的な銘柄となりました。今野記者でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この後は CM を挟んで今週のゲストのご登場です。今日を見て明日を読む、今日の相場を振り返り、企業情報、海外市場を分析し、相場のヒントを探る。明日の投資に役立つ株式投資の羅針盤、今日の株式、明日の株式。平日月曜から金曜の午後4時30分から。それでは今週のゲストをご紹介します。松井証券ストラテジストの田村真一さんです。田村さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組は初登場ということで、視聴者の皆さん、投資家の皆さんにはおなじみなんですけれども、はい、この番組初登場です。さて、7月半ばに入りまして、はい、先ほど今野記者からの説明もあったんですけれども、はい、まあ今週は本当に膠着状態の相場、そうですね、株価の動きも小さかったですし、まあ、はい、彼もおっしゃったように売買代金が、ね、かなり細ってて、なんかちょっと寂しいなという感じでしたよ ね、 ね、まあ、新しい材料があるわけではない、はい、とはいえっていうのがありますね。そうですよね、はい、この足元の夏に入ってからの相場、はい、ちょっと整理していただいてもよろしいですか、マーケット。はい、そうですね、今のところでいくとですね、まあ、決算前ですし、それからドル円の、まあ、為替ですね、ユーロは動きましたけど、ドル円のところが動いていない、はい、原油価格もそんなに動いていない、まあ、アメリカの長期金利も少し上がりましたけど、今週はあまり動いていな い、 ないということでいくと、動きがなかなか新しい材料がないですよね、というで、まあ、これから決算発表ですけども、それ再来週からですし、そういう意味では、まあ、ちょっと新しい材料ないままで、まあ、かといって、まあ、景気も初めですね、いろいろ悪くはないわけですよね。なので、まあ、変に売る理由もないよねと、下がらないなら買う理由もないよねということで止まってしまっているというところですかね。まあ、夏枯れというと、投資家もですね、まあ、政治家も企業もみんな夏休みって、8月になったらそうなるんですけれども、ちょっとまだ1ヶ月早いので、夏枯れではないんですけれども、夏枯れではないんです、はい、まだ今から決算始まりますから、決算見てそれから夏休みと思うところでいくと、まだではあるんですけどもね、はい、その利上げ金利に関してですね、はい、今まで注目が集まっていたんですけど、ここのところちょっと一息かなという感じですけれども、そうですね、でもやっぱり要人発言に振らされやすいマーケットではあるわけですよね。イエレンさん の、 まあ、アメリカの FRB のイエレン議長 の、 あの発言なんかもありましたけども、はい、まあ、利上げ今までですね、はい、コンセンサスというか、みんなの感じでは9月ぐらいに利上げするんじゃないかと、そしたらもう一段円安になるんじゃないかと、その方向でいってほしいなとみんなが期待していますと、はい、ところがあったのは、その利上げの前に資産圧縮っていうのを始めようと、はい、で資産圧縮っていうことでいくとですね、まあ、FRB が買う米国債を買う量を減らすということなんで、債券需給が引き締まって金利が上昇する方向に行く可能性が高いので、利上げと同じことではあるんですよね。なるほど、同じ効果があるというふうに思っているんですね。はずなんですけれども、利上げの前に別のことをやっちゃって、利上げは先送りなんだというふうに読んでしまって、それで長期金利の上昇が止まってしまい、その分だけ一辺114円台の円安ってたのがちょっと戻ったと。まあ、だから市場がどう反応するかと、同じニュースについてもですね、反応の仕方、実際の効果とは別にですね、はい、反応の仕方が、でも利上げが先送りだけを読んでしまったと、なるほど、いう感じがしますよね。しっかりと全体俯瞰して読み取るべきですね。そうなりますとね、まあ、本当はそうなんですけどね。そういう意味では、まあ、毎年ですね、8月の終わりにジャクソンホールでこう講演があって、はい、その時に、まあ、利上げとかその金融政策の方向性っていうのを、みんな見ようとするんですけども、まあ、夏休み終わって、はい、さあ始めましょうという頃なので、8月の終わりですよね、はい、またはそれ1ヶ月半も先の話なので、それまでじゃあ何も材料ないのって、はい、思いがちです。だから動かないというのもありますね。
そうですか、はい、でもいろいろなことがですね、はい、結構夏って忘れた頃にやってくるといいますか、そうなんです、意外に材料がポーンと出てきたりしますよね。はい、うん、それはあり得るんですよ。ありますか。まあ、なので、まあ、出来高が小さい分ですね、はい、ちょっとした話に振れ幅が大きくなりやすい。これはあの年末もそうなんですけども、うん、だ枯れてる時っていうのは動きが激しくなりやすいので、うん、実はちょっとした材料も心配、うん、気をつけておいた方がいいと。だから一緒になって自分も休もうっていうのはしなくてですね、しない方がいいですか。自分だけはウォッチしとこうっていうのがいいと思うんじゃないでしょうかね。例えば2年前だと8月中旬には中国、まあ、チャイナショックがあったわけですね、はい、人民元に関して、はい、ですからやっぱ気を抜けない部分ではありますよね。そうですね、まあ、中国はこの秋に共産党大会を控えていて、はい、それまでは変にマイナスなニュース、うん、情報は出さないようにするっていうふうにコントロールすると思うので、うん、まあ、中国発でなんか変な話が来るっていうのはないと思うんですが、今年はなさそうですかね。大丈夫じゃないでしょうかね。あ、なるほど。まああるとすれば今月末、まあ、2週間後ですけども、はい、うん、ヨーロッパの ECB、はい、が、金融政策会合をやって、まあ、ドラギ総裁の発言があるんですけども、実はアメリカの利上げってみんながウォッチしてますけど、ヨーロッパってノーマークだったりする部分があるんですね。確かに、はい、なのでそっちの金融政策の変更に対する発言があったりすると、そっちの方でですね、ファッと動くと、まあ、その期待があってですね、今ユーロ安になっている部分があるので、そのユーロ安がますます進むのかどうなのかというと動きますよね。その頃にちょうど決算発表がありますので、予定だとその ECB ですか、7月27日、はい、木曜日ですね、木曜日の夜ですね、はい、日本時間だと夜ですね、ちょっと金曜日の朝が楽しみという話になるかもしれない。金曜日また出番でいらっしゃる、はい、ということなんですけど、午前中、まあ、参ります。そうなると大きく動く可能性も発言しないで、今回ですね、やっぱ決算発表なんかでも、うん、まあ、はい、氷が結構出てるんですが、うん、先ほどファーストリテイリングの話ありましたけども、はい、例えば決算悪くないなっていう意味では、例えばニトリとか良品計画とか、あ、はい、まあ、会社計画線通りだよなと、うん、まあ、そんなに悪くないよねっていうけども結構売られたりしてるんですよね。で、まあ、決算出てませんけども、この 2,3 ヶ月調子があって、半導体関連の東京エレクトロンとか、はい、スイッチが好調な任天堂とか、はい、結構上がった銘柄がスッと下がってたりするんですよね、はい、でそうすると、まあ、決算発表でですね、そこそこの数字が出てる、いや多分市場の期待値が高いところにあってですね、それを上回るような、はい、サプライズのある決算を出さない限りは、それで材料で尽くし売りみたいなノリになりかねない、まあ、それだけ日経平均が2万円という高い水準にあるので、どっかでそれ以上上がる材料がないんだったら、もう利益確定にしちゃおうかなっていうしたくなるような気持ちの人が多いんだと思うんですよね。なんかどうしてもこの日経平均株価なんですけど、2万円という水準が本当に意識されてるんだなと、いろんな場面で感じますね、はい、まあ、そうなんです。多分居心地がいい水準になってきてるんじゃないんですかね。でこれまあ、過去高かったのは15年の夏の2万900円ですよ ね、はい、すよね。ただドル建てで見ると、外人の目から見るとあの時の数字をもう超えてるんですよ、はい、ドル建ての日経平均株価だと、はい、だと超えてるんですね。そうするとそこそこの高値にもういるよねと。で、まあ、悪い話がないから売らないけれども、何かあったら終わろうと、何かあったら利益確定を待ってる人っていうか増えてるような状態ではあるじゃないですかね。何か材料であったりきっかけがないと動き出しようがないっていうこと、うん、感じに見えますね。なんかその停滞感という意味ですと、はい、よく田村さんも挙げてくださる銀行セクター、はい、ここですね。銀行、まあ、売買代金がずっと出来高が下がっているという話もありましたけど、うん、銀行株のメガバンクのですね、出来高も本当小さいんです、はい、分かりやすい意味、バロメーターとしてはですね、みずほ8411、まあ、株価200円ぐらいですよね、うん、これが常に1億株を超えていて、つまり200億円の売買ができているというのが普通なんですが、この1週間1億株で相場が動いているときはこれは2億株3億株ってできたりするんですね、うん、それがですね、今日も8000万株だったかな、まあ、1億株を割る引きって年間通してそんなにないんですけど、何日もあるんです最近。で、まあ、メガバンク3つ合計して1000億円ぐらいあってほしいところが、まあ、今日800億とかぐらいしか。でこれ相場が動いているときはメガバンク3つ合計で3000億とか売買できますから、それが800億円しかないと、はい、やっぱ相場の勢いを感じにくい売買代金ですね。
やはり金融セクターというのはいろんなところから注目されているというか、日本経済のセンターにいると言ってもいいですもんね。まあ、全ての業種、政府とも個人とも全ての業種と付き合って、取引してますから、何がしかの影響あるだろうなということで、株式会社日本の代表で出来高も大きいから、こう買うのも売るのもやりやすいですね、流動性高いから。だからその指標として結構バロメーター的に買われたり売られたりするんですが、そこが動きがなくなっているっていうのもですね、やっぱ象徴的なんじゃないですかね。となりますとどうなんでしょう、はい、田村さんの見立てとしましては、このままですと夏相場って動かない、動かない、次の材料待ちがもう1ヶ月続くっていう雰囲気を感じますね。ジャクソンホールあたりまでっていうことですか。まだ ECB のところでヨーロッパ の金融緩和を縮小するみたいな話があって、ヨーロッパの金利が上がったらちょっと動くかもしれない、はい、あれただ原油価格も実は心配で、45ドルあたりで1バレル45ドルでうろうろしてるんですが、これ何かの拍子に割れてしまうようなことがあると、それは今度足引っ張るし、だそういう意味では8月も動きがあるかもしれないですけども、その辺に変化がなければ、膠着が続きそうな雰囲気は感じますね。結局原油も減産されてない状況ですか。減産されたんですけど、減産されたとこから少し増えてきてるんです。増えてきてるという、はい、そのあたりですね、はい、いろいろとある意味夏相場ってこうちょっとお休みしたくなるモードなんですけれども、はい、目を凝らしておかなくてはいけないポイントが結構ある。そうですね。で先ほど の記者さんの話もありましたけど、はい、個別の銘柄はそれなりに動いているので、小型株なんかかなり激しく動いている銘柄もありますし、そういう意味では平均は動いてないんですけども、はい、個別材料はそれぞれ結構激しく動くっていうのは決算ごとにあるんじゃないかなという感じはしますね。なるほど。ちょっと経済全体の話を伺っておきたいんですけれども、はいはい、まあ、海外情勢ですね、アメリカヨーロッパの景気に関しては田村さんどのようにご覧になっているんですか。アメリカは安定していると思います。トランプさんになる前からですね、はい、景気拡大がずっと続いていて、先週の雇用統計なんかも良かったですし、はい、そうですね、アメリカは安定して、いい数字が続いて、自動車販売がちょっとスローダウンしたとかありますけども、全体としてはですねいいだろうなと。でヨーロッパもそんなに悪くないんですね、だから順番つけるとアメリカ、ヨーロッパ、はい、日本で、日本が一番ダメなんですけども、ダメな中でもですね、消費もしっかりしているし、ちょっと天気が悪かったので医療品が売れなかったから島村ファーストリテイリングが厳しかったかもしれないですけども、全般的にはですね、消費もそんなに悪くないんですよね。で、例えばアメリカや中国の景気がいいから輸出も増えているし、そういう意味では悪くないと、安定してる。でこれがまたですね、3ヶ月前半年前とそんなにこう変わらないんですよ、はい、そこも変わってない、いいっていうことが変わらないんで、変化がない分は株価には反映されてないですけど、こじっかり悪くはないっていうのが続いてますね。やはり世界の皆さんも投資家の皆さんが着目するのは、はい、アメリカ、ニューヨークであったり、はい、そしてヨーロッパですね、はい、ECB であったり FRB であったりという中なんですけれども、はい、それはイコール、金融都市として機能しているということですね。そうですね、金融市場としてやっぱりそのお金の集まり方がですね、やっぱり、アメリカは思いっきりお金が集中してますし、例えば中国だって日本だって、余っている、外貨なんかを全部米国債にしてたりもするわけですよね、でロンドンにもヨーロッパ中のお金だけじゃなくてですね、オイルマネーってありますよね、オイルダラー、はい、あれロンドンに行くんですよ。結局ロンドン経由で、時差の近いロンドン経由で世界中に投資をするんで、取引はロンドンでっていうのがオイルマネーだったりするんですね、そういう意味で言ったらやっぱりニューヨークとロンドンっていうのは大きく二極ですよね。今東京も国際金融都市を目指そうとしているところなんですよね、どうなんでしょう。田村さんは、外資系の金融機関にもいらっしゃいましたし、また留学もされたりと、海外でのご経験もすごくある中なの で、金融都市も結構頻繁に海外のね、ロンドンであったりニューヨークであったり訪れてらっしゃると思うんですけれども、どうですか、感触としてやっぱり違いを肌で感じます。そうですね、残念ながらかなり違いを、かなり違いますか。アナリストってですね、海外企業の IR と一緒でですね、年に何回か海外の投資家さんを訪問するんですね、1回1週間を 4,5 回行ったりするんですが、そこで感じるのはですね、やはり英語、英語、
まあ、ニューヨークとロンドンは英語の国ですね、イギリスとアメリカと、それは分かるんですけども、じゃあ、ヨーロッパにフランスなりドイツなりスイスなりその辺の国の人たちがロンドンにやってきて、で英語で取引をするっていう図式があるわけなんです。結局母国語でないはずの英語でやり取りするってことですか。私パリに行ってもフランクフルトに行っても全部英語なんです。でやり取りをしますと、じゃあ東京はどうなんですかって言うと、英語で喋ってる人も一部いますけども、やっぱ一部ですよね。で実は私アナリストをやってましたけども、アナリストの中でも英語喋れない人も割といたりしてですね、苦手な人も結構いるんですけど、それは現地の営業の人に翻訳通訳してもらったりとかしてなんとかやっていくんですけども、私外資系にいましたが、例えば債券の部門だったり、まあ、投資銀行部門だったり、お取引先が国内企業だったりすると英語を使わないですよね、外資系にいて英語喋れない人っているんですよ。そういうものなんですか。そういうものなんです。いらないわけですよ。でそれはそれで日本において取引をする分にはいいですけれども、やっぱり海外相手に仕事をする海外の人た、金融マンが集まってもらってお金も集まって、で国際的にって話になると、やっぱり英語使えないっていうのは大きいですね。大きいなと。で例えばですね、これ例えばアジアなんかに行っても、証券だけじゃなくて、銀行で例えばタイとかインドネシアとかで海外プラ、大きなプラント工事がありますと、受注しましょうと、でそこにシンジケートローンというローンつけましょうと、全部取引書類英語なんです。でそういう意味では銀行取引の世界でも証券の取引の世界でも、アジアの人は韓国だろうがタイだろうが皆さん英語なんです。同じ今アジアの話が出ましたけれども、アジアの中での金融都市というと、東京は現時点でシンガポールや香港に、まあ、負けているランキングでいうと下にあるんですけど、ここもやっぱり大きいですか、差は。そうですね、やっぱアジアってどんどん成長していますと、だからそう成長に投資をしよう、成長に融資をしようというお金がふわっと集まって、だから日本もメガバンクはシンガポール香港に行って、そちらでもうバンバン取引しているわけですよね。そういう意味ではお金が集まってくるというのがありまして、動きが大きいわけですよね。東京は安定しててそこそこの規模があって安全度も高いんだけれども、成長するという方向に経済が行っているかというところでちょっと違うというのがありますと。でやつとやっぱりアジア中の人がですね、金融取引するのはシンガポール香港以降、実はですね、私の投資家、アナリスト自体の取引先、投資家さんです、機関投資家とかヘッジファンドの人、結構シンガポールとか香港に移住しちゃってる人多いんですよ。日本にいた方が、日本人が、日本の方が100人以上行ってるんじゃないですかね。でだから私、そちらに投資家さん訪問しようとすると、もう半分ぐらい日本人が入ってたりするんですね海外に行ったはずなのに、時差があんまり変わってなくて、取引は日本株の取引できちゃうの で税金が全然安いんです。そこはやっぱ大きいんじゃないですかね。やはりポイントとしては今おっしゃった法人税と英語、その2つ、ここが課題ですか、っていうのはあるんじゃないでしょうかね。ただ東京オリンピックもありますし、さまざまなイベントを通して今後国際交流もしやすくなると思うんです、国内にいても。やっぱ観光客、インバウンドの観光客増えてますよね、昔2005年10年だったら年間800万が今もう4000万、そうですね、2400万って、もうすでに2400万ですね、これ3000万人ぐらいかもしれないですね、すごい増えてるじゃないですか。そうすると、まあ、皆さんそこら中に、東京に限らず道端で、外国人の方がうろうろしてるっていうか、見かけるようになったと思うんですよ、で私渋谷で最近見たんですけど、中学生がですね、片言です、で相手も片言です、アジアの人だったです、片言で道案内したり道聞いたりするのは、これ多分20年前だったらそれなかったと思うんです。なかったですよね。そういう人がいてもみんなハハって逃げちゃってたと思うんです。ちょっと引いちゃってたと思うんですけど、それをね、普通に片言で教えてたりするわけです、これって大事なことだと思うんですよね。で私東京マラソンのボランティアって今年やってみたんですけど、たくさん外国の方いらっしゃって、これまたボランティア1万1000人もいるんですけど、そのうち何百人かはですね、英語対応の人もあるんです。そこ手を挙げてですね、やったりすると、結構そういういろいろ体験できますよね。一日中英語喋ることになりますけども、そうやって外国人との触れ合い、英語を喋ることを経験するって悪くないと思うんですよ。ですと英語に対して抵抗感のない人が大学出て、金融業界に、銀行でも証券会社に、入ってきてっていう風になってくると、英語に抵抗ないと普通なことになっていって、っていうとだいぶ変わってくるんじゃないかと。変わってきそうですよね、なんかその東京マラソンも帽子の色で、英語が話せるボランティアの方は違う帽子の色だったりとか、私はオレンジ色だったんですけど、オレンジ色、英語が、そういうことで、次回はオレンジの帽子をかぶるぞとかって ね若い方々がそんな目標を持ちながら接していくと、結構若い人いっぱい応募されてたんですよね。だからそれは
でこれからまあ、オリンピックの前にワールドラグビーのワールドカップもありますし、いろんな世界大会もありますし、多分インバウンドの観光客も今2桁増がずっと続いていますから、ますます増えると思うんです。人を触れ合う機会っていうのは結構あると思うんで、そういうところから金融と全然外れてるかもしれないですけども、そういうところで抵抗感をなくしていって英語を普通に使うようになるっていうのってですね、意外に第一歩というか、まあ、そうなんですよね、はい、機会は増えていくわけですから、はい、どう生かすかっていうこと、そうすると日本人だけでやる東京の金融マーケットではなくてですね、外国人の人も普通に入ってくる金融マーケットっていうふうに変わっていくんじゃないでしょうかね。なんかなんとなく見えてきましたね、はい、ありがとうございます。ここでお知らせをさせていただきます。はい、平和不動産が運営する日本橋兜町のコミュニティサイト兜ライブのご紹介です。兜ライブは投資と成長をテーマに兜町茅場町で行われているイベントやコミュニティの情報を発信するウェブサイトです。インターネットで兜ライブと検索してください。現在開催中のイベントや近日開催される催しの案内や過去に開催されたイベントレポートがご覧いただきます。ぜひともアクセスをお願いいたします。ということで、はい、今日はたっぷりとお話を伺いまして、普段昼間の、ね、東京マーケットワイドという番組にご出演いただいてまして、はい、その番組の中では聞けないようなお話も、はい、田村さんならではのお話もお伺いすることができましたので、またぜひゲストにお越し、はい、いただければと思います。ということで、今週のゲストは松井証券の田村真一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、来週のゲストはコモンズ投信の渋沢健さんのご登場となります。それでは来週のこの時間までさようなら。